続きましてフィギュアスケーターを応援する実況フィギュアのコーナー、本田恵美アナウンサーです。はい、よろしくお願いします。今シーズンの中野ゆかり選手、はい、安藤美姫選手のようにバレエの曲をプログラムにするという方が多いんですけれども、そこでフィギュアスケートとバレエの関係に迫ります。はい、フィギュアスケートのプログラムにはバレエの曲がよく使われています。バレエを見て深く知るとフィギュアスケートをさらに楽しむことができますよ。中野ゆかり選手の今シーズンのフリー、ジゼル。村娘ジゼルは恋人に婚約者がいることを知り、心を乱して息を引き取ります。その後妖精となったジゼルは再びかつての恋人に巡り合い、彼が命を落としそうになるのを救います。中野選手のジゼル、前半は恋人に裏切られたシーン、スピンでも乱れた心を表します。そして命を落とし妖精に生まれ変わる場面。中野選手は今シーズンジゼルを演じるためにバレエのレッスンに多くの時間を注ぎました。見事にジゼルのストーリーを表現した中野選手、最後はかつての恋人を救いハッピーエンドの笑顔。そして安藤美姫選手のエキシビションナンバーボレロ、ゆっくりと踊り始めた踊り子、やがて気持ちが高まり踊りも大きく、それにつられて周りの客も引きつけられ踊り出します。さらに音楽も盛り上がり踊りも激しくなってクライマックスへ。安藤美姫選手のボレロ、最初はゆっくりした動き、衣装もバレエの舞台を意識した赤と黒。バレエの振り付けを取り入れた動きも、曲が激しくなるに従って安藤選手の踊りも大きくなります。最後はバレエと同じ倒れ込んでのクライマックス。フィギュアスケートをより楽しむためにバレエを見てみませんか。確かにバレエを見てからフィギュアスケートを見るとこうより楽しめますよね。ストーリーもね、よくわかりますし、で間もなく名古屋でジゼル、ボレロともに見ることができるんです。はい、レニングラード国立バレエのジゼルは1月22日に、ボレロは1月31日のシルビーゲーム&東京バレエ団のベジャールガラという公演の中で見ることができるんですね。お問い合わせは 052-957-3333 までです。はい、ぜひご覧ください。はい、この後は東海地方の天気予報です。